早川美也です。こんにちは。ね、今しゃべったむつみさんもね、2デイズ2日目でね、もうだいぶおじいちゃんになってますけれども、皆さん楽しんでますか、ね、今日はもうバンドものばっかりですごいじゃないですか、盛り上がってね、そこにアコースティックシュリーポンって入れられて、これ絶対むつみさんで嫌がらせるんです、ね、ひどいなと思いながら、まあ、とは言いながらね、あの昔からのバンド仲間でバンドの先輩でね、出てって言われたら2つ返事ではいって言わなきゃいけない、あの怖い先輩だったんですよ。なのでアコースティですが、一生懸命ね、あの歌も下手ですし、ギターも下手ですし、大した曲も作れませんが、一生懸命やることはできるので、一生懸命やります。最初の曲はですね、もう僕も50過ぎまして、人生の夕方みたいなものなんですけれども、夕方にね、バーンと人を引きつけるようなエネルギーを放出して、なんかね、こうみんなに楽しんでもらえるようなことができたらいいな、夕日のようにね、そういうことができたらいいなと思って書いてる曲です。日没間際の美しさね。くれる前にもう一度
空のように17,000日を過ごした今、日没なぎわの美しさのようにオレンジとブルーを身にまとった空のように、17,000日を過ごした今、日没な際の美しさのように、泣いてセットリストに書いたんだよ、うん、たまにはいいよね、ごめんね。じゃあ次の曲はね、まあコロナ禍もやっと過ぎてね、なんかこう、まあ僕もあの自分で仕事してますけれども、なかなかやっぱりコロナ期間は大変でね、だけどコロナの最初の頃っていうのはね、コロナになった人あそこで出たらしよ、ここで出たらしよね、やっぱりこういろんなことを言う人がいたりとか、その中でもね、やっぱりあの大変なのは分かってるじゃ、分かるじゃないですか。自分がね、実際そういう状態じゃなかったとしても大変なんだな、大変なんだろうなって思う。だから その時にちょっと思った曲で、この街に雪は降らないけどっていう曲です。わけじゃない、一人ふる
夢が見れない背にて目を閉じた時はわらわら出てほしい古い歌を思い出せないように忘れてしまうのかこの街であの日見た明かりが今もずっと消えないのなら僕は歌おうこの街に行きはずらないけれどこの街に行きはずらないけれど人気を振らせていただきました。本当に宮崎はね、あの雪がなかなか降らない街ですけど、また雪来てますよね。あれどうなってんだっていうね、フルフル、フルフルで降らんです。まあ機材の、ね、出し入れの時に降ってくれなければありがたいな。あとは皆さんがね、安全に帰れるその時間では降らんほうがいいですね。優しいよ。今のはやらしい。今のはやらしいぞ。やらしいぞ今の。なんだ。なんかおかしいなお客さん。もういじられに上がってきたかどうかな。まあまあ。ね。そうそう。本当にね。皆さん本当にね、せっかく楽しくね、楽しみにしたんですけど、帰り着くまで、いや、寝るまでね、ちょっと安全にね、寝るといけないですよ。帰り着くまでがだいぶ、はいはいはい、勝手に喋らない。なんかね、最近俺ないから、だいたいこんなんでね、お客さんすげえうるせえ。黙っとこう。いや、黙ったら寂しいじゃないの。ちょっといい感じで挟んでよ。いや、まあこんな感じでね、ちょっとこんなライブね、日頃やってます。今日みたいにオリジナルばっかりやる時もあれば、カバー曲ばっかりやったりとかね、まあまあガンめちゃくちゃ泥酔しながらライブやったりとか、すげえふざけた企画とかやったりとかね、やってますので、神谷という名前を見たらね、ぜひ遊びに来てください。ここラザロさんとかね、あと近くのね、音倉さんだったりレナさんだったりね、いろんなところでライブやらせてもらってます。ぜひよろしくお願いします。僕もね、こう見えてもう50超えてますけれども、本格的にちょっと音楽活動を始めたの場合18とか19ぐらいで、その時にね、すげえメタルバンドやってたんですよ。ゴリゴリのメタルバンドでベース弾いてたんですよ。この辺で入って。怖かった。あ、誰か怖かったよ。全然怖くないです。むつみさんの方が怖いんだ。まあまあ、でね、まあ、長くあるけどね、その、あれですよ。まあ、やりたい時にね、しっかりこう、やろうというかさ、やりたい時に、なんかこう、あだこだ言い訳して、やらないとかも嫌だし、やりたくてもやれない人たちがいるし、ね、その勝手に僕らぐらいの年になったら、音楽やってたけど今やれないんだよね、子供がさとか仕事がさ、家庭がさって、いろんなことをできない人たちもたくさんいるんですよ。本当はみんなやりたいんですよ。で、ありがたいことに僕はこうやって、またね、アコースティックギターを抱えて人前でやらせてもらってますけれども、そのまあもちろんね、そうやっていろんな事情できなくなった、できない、今はできないという人間と、もうすでに、できなくなってしまったやつもいるんですよね。
そういうね、そいつらに何かを託された気持ちで、勝手にね、何かを託されたんじゃないかと思って今もこうやってステージに立ってます。その気持ちを書いた曲です。気持ちありがとう。君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけどいいよ、僕がやってみるから、そこで見守って、人知れず散りゆく最初の花びらは時をわきまえ、流れる一粒の涙のごとく心に響く、何度も繰り返し思う、あの日あの時の思いが、あと少しだけ時がければこんなに離れることはなかったと、君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけどいいよ、僕がやってみるから、そこで見守って、別れを生むなんて、出会う前から分かってた、辛さも笑い話になるなんて、辛い時には分からなかった、だからきっと今日が、あの日があったように今日がある、ただあの日と違うのは、君がそこにいないこと、君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけどいいよ、僕がやってみるから、そこで見守って、君と僕で話したこと、はっきりと今も覚えてるんだいいよ、僕は忘れないから、気持ちありがとう、そこで見守って、ありがとうございます。気持ち悪いです。だから皆さんもね、何かやりたいと思ったら、ちょっとやってみてね、うまくいかなかったらいかなかったでいいじゃないですか
ね、そうやって何か誰かのために誰かの代わりにじゃないですけど、なんかそういうね、あの勝手に、託されたつもりで、なんかやりたいならやってみたらいいんじゃないかなと、僕は音楽をこうやって、続けさせていただく、それをね、まあ、本当にもう半分じじいに足突っ込んでるけど、もっとクソじじいになって、クソじじい、はい、お前らもクソババアになってるいやでもね、本当にあのじじいになってもこうやってね、もし舞台に立たせていただけるのであれば、また、立たせていただきたいなと思いながらずっと、音楽をやっていきたいと思っております。いろいろねありますが、よくある言葉で、どんなに雨が降っても夜が長くても必ず朝は来るし雲は晴れるしっていう言葉があるじゃないですか。なんかそのね、雲の上に一輪の花が咲いてて、その花がずっと僕らのことを見てくれてるような、思いで、書いた曲です。次の曲、雲の上に咲いた花。この旅はゴールの見えない曲がりくれたそば道で、足元は不安定で、こけたり起きたり諦めそうになるわ、奥澄んだ空が見えるのなら大丈夫、たどり着くから。僕の影は君が作る、こければ恋ほど僕を輝かせるわ、奥深い海が続くのなら大丈夫、たどり着くから。ああ、雲の上に咲いた花のように、僕をそっと照らしてくれる冷たい風が心吹き抜けても、君はそこにいるから。砂に撒いた水、雪の中で芽吹く命、時の渦に散り夢の中で繰り返す、ああ音もなく影はなくなるけど大丈夫、明日は来るから。ああ雲の上に咲いた花のように、僕をそっと照らしてくれる、色をなくし凍えそうになっても、君はまた雲の花のように。
ね、もう時間も時間ですので、最後にね、サクッと終わりますよ。今ね、こうやって僕は、照明を当ててもらって、いろんな色に染めてもらってますが、これはね、ただこう物理的なというか、ね、そういう皆さんの目に飛び込んでいるものなだけで、僕は実際は皆さんの視線に、輝かせていただいていると思ってます。こんな僕でもステージに立たせていただいたら、皆さんが見てくれるから、皆さんの目一つ一つがスポットライトのようで、僕を輝かせてくれて、皆さんの好きな色に染めてくれて、そういう風に、舞台に立たせてもらってます。今日出てる人たち、昨日出た人たち、みんなそうだと思います。照明の色じゃない、見てる人たちの皆さんの視線が、僕を輝かせてくれてます、それが今僕が歌うわけです。神谷でした。ありがとうございます。今を輝かせてみよう。
皆さんも見かけたらぜひ遊びに来てください。今日も最後まであと残り何番ですか、ゴールドバンドいますので最後まで楽しんでいってください。